お疲れ様です。すいません、お待たせしました。いえいえ、全然ですよ。あなたの人生教えてくださいっていうことでいろいろ聞かせてもらうんですけど。はい、超恥ずかしいまあでも結構いろいろあるっていう話はちょっと聞いてますんで。いや、すっぺらい人生です。いやいやいやちょっとじゃあ場所をあの別で用意してるんで、そっちに移動しますか。お願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。さっき合流してちょっと移動してきたんですけど、はい、あなたの人生教えてくださいっていうことでこう質問形式で聞かせてもらおうかなと思うんですけど、はい、まあ改めてちょっとまず挨拶だけお願いします。はい、青チャンネルのりょうたです。はい、こんにちは。お願いします。この前に、何本かゲイロクっていうシリーズで出てるんですけど、それはもうご覧いただきました。はい、もちろん見ました。やっぱなかなかあそこまで喋るってのも、そうですね、就活の自己分析以来の気がします。根掘り葉掘り、りょうたくんのことも聞かせていただこうかなと思うんですけど、はい、お願いします。はい、じゃあまずちょっと基本情報じゃないですけど、はい、今おいくつですか。今24歳で、もうすぐ25歳になります。はいはい。青で働き始めてどのぐらいになるんですか。もう4年ぐらいですかね。あ、もうちょうど20歳になって働いたので、はい、もうすぐで2あ、もうすぐ5年になりますね。ああ、そう、歴で言ったらもしかしたら最後、あ、そうです。なりちゃんが途中抜けてるので、うん、トータルの歴で言ったら一番長いですね。はい、ご出身とかはどちら。あ、出身は横浜です。ああ、他の動画でもね、はい、神奈川じゃなくて横浜なんで、はい、あのあえて突っ込みますよ僕は。はい学校とかはじゃあずっと実家から。そうです、もう学校は通ってました。はい、学校自体はどこまで行かれたとか言える範囲でいいですけど。小学校は公立で、中学から私立に入って、そのまま大学まで私立の大学行きました。ああ、系列でっていう。系列ですね、はい、今は社会人に就職して3年目になりますね。はいはい。小学生とか小さい頃はどんな性格だったとか。いやー、とにかくわんぱくで、好奇心が旺盛だったと思いますね。うん、習い事もめちゃめちゃやってて。はいはい、例えば。僕、もう2歳から体操と水泳を始めて、英会話、ピアノ、トランペット、バレエ、踊りの方のバレエもやってたりしたので、かなりいろいろやってましたね。いわゆる英才教育ってやつね。そうですね、ただもう親からっていうよりは僕がやりたい、まあ2歳の頃は別ですけど、はいはい、ほとんどは僕がやりたい。で始めたものだったので、今でもその好奇心旺盛みたいなのはやっぱ共通する感じですか。そうですね、もう月1、2回旅行行ってますね。あ、いろんな景色が見たいっていう。最近どっか行かれたとかありますか。5月は韓国行ったのと沖縄も行きました。はいはいはい。まあやんちゃとかそういう系ではなかった。そうですね、あのとってもいい子でした優等生で。じゃあその、まあ、陽キャっていうことなんで、まあ、やっぱ小学校中学校とかだとモテたりしたと思うんですけど、うん、その時はまだというか。そうですね、女の子が全然好きで、あ、バレンタインに命を懸けてましたでも一番モテたのが、まあ、幼稚園なんです僕。あ、年中の時とかはもう、まあ、体操もできたし、はい、っていうので、じゃあ小学校6年ぐらいから中2ぐらいまでデブだったんで、その時はモテなかったんですよ前のなんか僕の幼少期をご覧になった方は分かると思いますけど、ちょっとデブだったので、プクプクしてた。初恋みたいなのがあったんですか。初恋は小学校6年生ぐらいの時は本当に好きな子がいて、同級生、はいはいはい、その子からもバレンタインとかもらってて、受験があったんでなかなかやっぱ遊べなくて、で結局その子は地元の中学行って僕は私立に行っちゃったので、はい、離れ離れになって自然と終わっていった。ああ、じゃあまあお受験されたっていうことですけど、はい、親御さんのっていう感じだった。あ、それも僕兄がいて、はい、3校目なんですけど、兄が僕と同じ中学校に入学したのを見て、もう負けず嫌いで、あ、絶対兄貴よりも同じかそれ以上の学校に行くぞと心に決めて受験をしたいと志願をしましたね。お兄さんとはどういう感じですか。やっぱ男兄弟ってなると、めちゃめちゃ仲悪いですもうで、めちゃめちゃ静かなんですよ僕と違って。あ、そうです。性格真反対なので、はい、真面目だし
すごい静かで貯金大好きでみたいな僕はもううるさくて金遣いも荒いしっていうのでも仲悪かったですね。あ、まあ習い事いろいろたくさんやられてて、うん、中学校入ってからも続けられたんですか。そうですね、部活が野球部で、うん、だからバレエミュージカル劇団にも入ってました。土曜日だけ行ってたり、はい、最終的にその部活、まあ、野球ってことですけど、はい、どこまで続けてたとか。大学4年まで体育会でやってました。ああ、じゃあもうエリートですね。いえいえ、だからそれこそ昔から青にいらっしゃってる方、僕が学ラン姿で出勤してる姿を見たことある方いると思います。あ、ちょっとね、ある程度予想ついちゃう方もいるかもしれないですけど、まあまあまあ、何校かに絞られてる。ああ、そうですよね。ちなみに初彼女とかは聞いてもいいですか。彼女が僕でも付き合ったの高3なんですよ。ああ、そうなんです。そう、それまでは何回もなんかいい感じなのあったりしたんですけど、ただ余計なこと友達がしたりとかで、あの結局付き合えなかったことがほとんどです。あ、はい、バレンタイン動画でね、あの悲惨な。いや、そうです、あれ中2ですよ。未だに覚えてますね、中2。ここまではやっぱり女の子が好きだみたいな話ですけど、はい、そのいわゆるゲイっていう、まあ、そのセクシャリティにこう目覚めたって言い方合ってるか分かんないですけど、うん、ってなったのはどのタイミングだったんですか。そうですね、第二の秋ぐらいで、その時に大学1年の終わりぐらいから付き合ってた彼女と別れて、で浮気されたんですよ、その時彼女。あ、でそれが許せなくて、はい、で落ち込んでた時に、僕が中1の頃から野球部の同期に、あ、まあ、夜いろいろなことをされてた経験があって、で中高大とずっとやられてたので、なんかその男の人とそういう関係を持つことが別に嫌じゃなかった。あの本当物心ついた時にそんなことされたので、はい、別にそれが当たり前だと思っちゃってたんですよね。うん、そうやっぱそれをふと大学の同期とかに話した時に、普通嫌がるよって言われて、一回もう今彼女もいなくなったし、この世界に飛び込んでみようと思ったのがきっかけでしたね。ああ、じゃあそのさっきからお話出てるその中学時代からこう、はい、同級生とかにされてたっていうのは、まあ具体的には話せる範囲でいいんですけど、うん、どんなことされてたの。野球部の同期だったんですけど、毎回やっぱ年に合宿が 2,3 回あるわけですよ、ね。はいはいはい。その合宿が大体ビジネスホテルとかだったので、はい、どっかの部屋でまとめて、あのプリペイドカード、はいはいはい、あ、ちょっと大人なビデオが見れるプリペイドカードみんなで買って、はい、一人の部屋に5人ぐらい集まってみんな見てるっていう時間があって、はいはい、夜、はい、でその時にお前大きいじゃんとかなってで1年目は普通に手だったんですよね。ああ、で2年目から中2ですよ、中2から、あ、向こうがビニール越しだったら口に入れられるって言い出して、で中2ぐらいからビニール越しに口に加えられるようになって、もう全部僕は受け身なんですよ。あの勝手に向こうがやってるだけなんで。はいはいはい。であと僕が潔癖症でキスとかできなかったので、ああ、そうなんです。そう、僕を抑え込んでみんなでキスするとかが流行っちゃった。流行っちゃった。これが野球部だけだったのが、中3ぐらいからどうやらあいつそういうのいけるらしいよ、面白いらしいよみたいなので、修学旅行が毎年あったので、はいはい、修学旅行のたんびに他の男子からもやられるようになりました。それはだから言い方あれですけど、いじりみたいなことなんですか。あ、そうですそうですそうです。え、その方たちは別になんかそういうセクシャリティ云々とかそういう話じゃなくて。いや、そうなんです。これがあれで、そう、一番最初っていうか、もうずっと僕に手出し続けてたやつが、はいはいはい、5月に結婚するんですよ。あ、ストレートに男女で、もう本当今週の土曜です結婚式行きます呼ばれましたで、みんなそれ僕たちの関係知ってて、はいはいはい、だからお前が来ると複雑になるけど来てよって言われて奥様になんて言っていいか分かんないと思って元カノの気持ちみたいになって、ね、いや、そうですそうです元カノだから、もう本当お互いの初彼女みたいな感じです。そう、いわゆる2丁目っていうところにこう触れたりとか初めて行ったりとかのタイミングはどのタイミングだったんですか。やっぱりあの前も動画で説明した通りで TRP がきっかけでしたね。やっぱそこで、あのいろんな人と知り合って2丁目行こうよって誘われて、うん、でもやっぱりイメージ的に2丁目ってすごい怖くて、あ、女装した方がいて、なんか座ったらもう逃げ出せないんじゃないかってもう
魂吸い取られんじゃねえかと思ってたんで怖かったんですけど、行ったらめちゃめちゃ楽しくて、はいはい、ドハマりしました。あー、その時はじゃあ大学2年生3年生になってました。その時はもうそこからじゃあ今の青にっていうのはどういう流れだったんですか？お客さんで。そうです、お客さんで第3の6月ぐらいから通い始めて、で9月に入りましたね。ああ、そうなんですね。そのなんか入るってなったタイミングは、タイミングきっかけは、それこそあの青で出会った人と仲良くさせてもらってて、もういろんな店一緒に回ってった時にベロベロで、で夜中3時ぐらいにたどり着いたんですよ青に。でそしたら、前のママさんから働いてみないって言われてどのタイミング？で、もうベロベロだったんで、あ、いいっすよって感じで、明日、じゃ何時に来てって言われて、あ、分かりました、行きますって感じで入っちゃいました。へぇ、そう、僕ほんと1ヶ月とか体験入店で終わると思ってました。ああ、そんな飲み歩いてる感じで、その回ってたんですかね、その両立できてたというか。そうですね、部活がだいたい朝6時半とかから、うん、昼の2時過ぎとか3時ぐらいだったんで、はい、そこまでやって、でその後、授業を6時ぐらいまで受けて、そっから、まあ、ご飯食ったり2丁目出て、まあさすがにだいたい終電で帰るんですけど、はい、時たまタクシー代出すからもうちょっと飲みなよって言われた時は言葉に甘えて3時ぐらいまで飲んで、タクシーで家に帰って1時間だけ寝て部活みたいな。へえ、体力お化けでした。タフですね。いや、体力やばかったですね。今考えたら絶対できないですねそのタイミングではまだ何も周りには伝えてないというか、まだその時にはバレてたんですよ。バレてた。はい、バレてたっていうのは、僕のツイッターアカウント、この今リョタっていう名前でやってるんですけど、はいはいはい、その前のアカウントがあって、あ、そのアカウントが大学の同期たちにバレてて、あ、そういう内容というか分かるような内容が、そうです、そうです、その時本名でやってたんですよ。ああ最悪でした。え、それは自分から言うわけはないじゃないですか。はい、なんで気づかれちゃったというか、これが奇跡としか言いようがないんですけど、はいはい、僕がその野球部の同期とご飯を食べに行ってて、はいはい、あの有名な鯛名軒、うん、行って、で鯛名軒行ったみたいなツイッターに上げちゃったんですよ。そしたらその相手が初めて行ったから、うん、そんな有名な店なのって家で検索したらしくて、あ、そしたら僕のアカウント出てきて、本アカと違うからこいつ 何のアカウントなんだろうって、いいね欄を見てたら、ひたすら男同士がやってる AV がいいね欄にありまして、はい、こいつゲイなんだみたいなのが僕に言うんじゃなくて、裏でそれスクショされて、先輩でも後輩でもみんなに拡散されて、で野球部だけじゃなくて、僕が中高大一貫なので、あ、中高の仲間たちにも拡散されちゃってて、それはまだ亮太君自身は気づいてない？気づいてないです。裏で回って、もう裏で回ってましたね。え、周りの反応とかは変わったりしなかったんですか？その、いや、なんか最初は全然気づかなくて、はい、である日めちゃめちゃ仲いい同期から、なんか僕が絶対話してない内容を急にボソッて耳元で言われて、あ、え、みたいな、なんでそれ知ってんのみたいな、はい、何回も確認、 LINE とか見返したりしても言ってないから、これツイッター見られてると思って。ああ、そういうことですね。そう、本人に「お前これツイッター見てる？」みたいな、そしたら「え、みんな見てるよ」感じで、終わったってなりました。え、じゃあもうその時点ではもう結構な方がもう知ってる状態で。いや、そうなんです。しかもそれが4月だ、第3の4月だったんですよね。で、4月だとみんな履修登録とか、うん、授業の登録があるので、みんな大学に来るんですよ、珍しく、はいはいはい、そうですよね。で、その時にその中高の友達からも、いや、お前ってさ、実はそうだったのとか、あ、わざわざ僕の席まで行って言って帰っていくとか、いや、俺のことそうやって見てたんとか言われて、一気に落ち込んで、学校行けなくなっちゃいましたね、その時は。あ、でもまあ、さっきの話だと大学は最後までっていう話でしたけど、はい、まあ、やっぱ一定期間はちょっと落ち込んで、学校、まあ部活とかもそうですよね。そうですね、3ヶ月ぐらい行かなかったですね。ああ、そうなんですね。逆にこう、また行き始めるようになったきっかけみたいなのは何かあったんですか？なんかそれが、僕を今後どうするかっていうそのミーティングを組まれて、同期ミーティングで3ヶ月休んだから、
何かさせようみたいな、罰をみたいな、うーん、こいつらこんなことやったくせにまだ罰を与えようとしてんだから、そうです、ね、内心を思って、はい、でもじゃあいいみたいな、俺もうやめるからみたいな、うん、でやめますとだけ言いに行ったんですよね、そのミーティング会場に、はい、そしたら、いやお前がそこまで深刻に考えてたと思わなかったってやっぱみんなが思ってたみたいで、で終わった後にその中高から一緒に野球やってた6人とかが寄ってきて、そのお前がと最後まで野球やりたい、うん、でぶっちゃけお前がそうだゲイだとしてもゲイじゃないとしても別に今まで通り関わり方は変わんないし、うん、なんか俺らそのネタとして面白がって言ってたつもりだったのにお前の性格を変えるほどのことをしちゃってたとは思ってなかったみたいな素直に言ってくれて、うん、なんとかその仲間たちのおかげで戻ってこれたかなって、うん、もう彼らがいなかったら多分大学も辞めてた気がするし、うん、その時に家族との関係も結構ギスギスしちゃったので、うん、そのご家族にはそのタイミングでってことですか？そうです、そのミーティングの直前に、はい、もう僕は部活辞めようと思ってたので、はい、でも部活を辞めるってなると今まで支えてくれてた家族にはちゃんとした理由言っときたいなって、うん、確かにそうです、やっぱ親があの野球部の選手とマネージャーで結婚してて、一応首相だったりもしたので、なので何ですかね、思い入れも強かったし、はい、っていうのもあって事前にこういう僕は実はゲイで、うん、それをみんなにアウティングされちゃって、うん、もう居場所がないんだと、うん、ここにいるともう苦しくてしょうがない、うん、やめたいんだよねみたいな話をしたらもう母親が号泣しちゃって、うん、でそんなわけないみたいな、それは治る病気だから病院行こうって言われて、ああそういうことですか、でもそれでもうその病気だと思われてたんだとか、ああそういうこと、いうので一気にショックで家出てって感じでしたね。ああ、なんかそういう状況になったことに泣いてくれたわけじゃなくて、泣いて、そういうことですね、そう親たちは味方だと思ってたのに、うん、一気に裏切られた気分で、うん、それ家でもう家も出てって、その本当に家出みたいな、家出みたいな感じでもう家飛び出て、そっから3日連続は2丁目飲み続けてました。手に2丁目に向いてて足が、うん、でもう夜な夜なするといろんな人に相談乗ってもらったり、うん、止まらせてもらったりして、うん、3日目の夜中3時ぐらいに親から電話かかってきて、はい、はいはい、さすがにベロベロで出ちゃったんですよね。あ、うるさいみたいな感じ、はいはいはい、どうせ俺なんてどうでもいいんだろうみたいな感じで、まあそうなっちゃう、出ちゃったら母親で、うん、もうまだ号泣してるんですよ、うん、どこにいるの、うん、2丁目なの、冷静じゃなかったね、父親が急に変わられて、うん、で電話越しでお前は2丁目にいるのかみたいな、今から迎えに行くから、迎えに行くからって言われて、車で2丁目まで迎えに来られて、でもさすがに2丁目にうちの親の車からったら嫌だし、うん、まあまあそうですね、そんな姿見られたくもないから、分かった分かったんで3丁目に来て、あそこまで俺が行くっつって家に連れて帰られ、うーん、朝の4時に家族会議が始まると。それどういう内容だったんですか？母親がもうずっと泣き崩れてて、うん、お前どうしたいのみたいな父親に言われて、はい、もう俺は多分ゲイだと思うんだよねみたいな、うん、それが幸せだし、うん、学校にも居場所がないから、うん、こういう仲間、ちゃんと自分を認めてくれる仲間と一緒にいたいみたいな、うん、そんなのまだ分かんないじゃん、一瞬だしかまだその世界にいないんだから、あそんでで大学とか部活を辞めるのは自治焦燥すぎると言われて、うん、はぁーってなってたんですよね。ちょっとまあ、まあ、もう例の仲悪い兄貴が、はい、うるさいみたいな感じでしょ、何何何で僕の件だと言ったら、多分母親とか父親が兄貴にも相談してたみたいで、はい、そしたら兄貴が、いやよくうちに遊びに来てた兄貴の友達のあいつも実はゲイだよみたいな、でも別に俺らはそういうこと気にしてないし、はい、今の時代そんなことない、うん、どうせ親の方が早く死ぬんだから別にこいつの面倒は俺が見るよってはっきりそこで言われて、そう、その時だけめっちゃ兄貴の好きになりました。し、僕もその言葉聞いてすごい泣いちゃって、そう、未だに感謝してて、うん、で、その数日後、兄貴の友達が家に行った時に、
いやこいつの面倒僕も見るんでみたいな、もうそういうこと言わないでくださいみたいな。ああ、じゃあその例の、そう、はいはい、友達も言ってくれて、でその人のこと僕も兄貴のように慕ってたんで、それでだいぶまあ落ち着いた感じにはなりました。1年ぐらいは断るごとに戻れないのみたいな感じで親にはずっと言われ続きました。そうまあでもちょっとやっぱ踏み込んじゃうんですけど、やっぱ親御さんのそのリアクションとか見たりとか、うん、まあそんだけ1年間もとか言われたら、うん、自分の中でもちょっとやっぱもともとは女性が好きだったりとかっていう状況だったんで、うん、やっぱそうなのかなみたいな感情は生まれなかったんですか。いやーまあありましたね。その方がみんな幸せなんだろうなみたいな、あ、はいはい、周りが、はいはいはい、でおじいちゃんおばあちゃんとかにも言われてて、やっぱ勘違いしてることが多くて、はい、普通の方がいいみたいな、その普通って何みたいな、そうですね、もう祖父母とも大喧嘩したりして、でも結局おばあちゃんとかは今はもう全然何とも思わないですね。ああそうなんです。全然何とも思ってないですね。なんかごめんってなってました。なんかうーん本当の幸せって結婚とかそういう話じゃなくて、うん、好きな人と一緒にいることだし、で自分のやりたいことをやれてるのが俺にとって幸せなんだよみたいな話して、うん、自分の価値観を押し付けてたっていうのに多分祖父母は気づいて、あそこは訂正してくれたし、はい、謝ってくれました。うん、親御さんとかはどういう感じですか。まあ、父親は一回それで二人っきりで飲みに行こうって誘われて、うん、で銀座の料亭、ちょっと本当すごいところに連れてかれ、はい、そこでそれも初めてあの母親の愛について語られまして、あ母親の方が権力を持っている家庭だったので、うん、父親はもうコリコリしてるんじゃないかなって、あなんか亮太君の中ではそう尻に惹かれてるし、はい、もうこんな一緒にいて辛いんじゃないかなって思ってたのに、すごいちゃんと愛してたんだっていうのを初めて知って、うんすごいなんか僕の中も響いたんですけど、で最後にも父親がこの話聞いてやっぱりその男女の恋愛とかに興味がないとかやっぱ違うなと思うんだったら多分それはお前の生き方だと思うからそれだったら俺も応援するし、ただこの話は聞いてほしかったっていうふうに言われて、なんか今思えばすごい感謝してますね。なんかその話聞いて、まあ普通の家庭っていうのはまだ変ですけど、その子供がいて男女の親がいてみたいな両親がいてっていうのがまあ確かにすごい幸せなことなんだろうなっていうのはイメージもついたし、でもやっぱ自分の中では好きな人と一緒にいたい、それが多分男の人なんだろうなって改めて思うきっかけになった機会だったなって思いますね。じゃあ自分の中でも決心がついたというか、私多分そうですね、僕も親もそこで一旦腹をくくったというか、まあ、こうやって生きていくんだなっていう、そんな大事なターニングポイントになったんだろうなって思います、ね、ちょっとまあさっきも話ありましたけど、まあ、最終的に大学4年とかまでやったわけじゃないですか、はい、今付き合いはそのまま続いてたりするんですか。仲良い未だに全然つながりありますね。例えば忘年会僕幹事やるんですよ大体、はいはい、新宿で、まあ、忘年会開いて、はいはい、まあどうせ朝までやるんで途中僕中抜けして2丁目行ってくるわみたいな感じで2丁目行ったりも全然しますし、あ同期も何人か2丁目連れてったこともありますし、はいはいはい、まあ一歩間違えれば一生中がこう切れちゃう可能性もあったわけじゃないですか。そうですね。今やっぱ同じような悩み抱えてる方も視聴者さんでいらっしゃったりするかもしれないんですけど、なんかそういう方たちにこう一言伝えるとすれば何かありますか。やっぱ環境を変えるのが大事だなって思いましたね。なんか自分が悪いとか、なんかもっとこう頑張んなきゃって思うとどんどん辛くなって、で僕もやっぱ外に行くのは好きだったのに、3ヶ月ぐらい本当全然外に出なくなったタイミングがあって、そうするとどんどん考え込んじゃう、で、まあ、うつ病なのか分かんないですけど、どんどん本当マイナスなことしか浮かんでこなくなって、動くのも億劫になるし、どんどん自分が嫌いになっちゃうんですよね。で本当にそういう方がいるんであれば環境を変えるのってすごい大事だなと思って、新しい人にありのままの姿を見せて、絶対認めてくれる人がどっかにはいるはずなので、それを信じてどん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 
違うところ違うところに行っていいんじゃないかなって、うん、辛い思いを一人で抱え込まないでほしいなと思います。うん、ちょっとこれからについても聞いてみたいなと思ってるんですけど、はい、まあ、もちろんその、ゲイバー、まあ、青で働いててっていう話でもいいし、それ以外のお仕事だったり自分の人生プラン的な話でもいいし、うん、まあ、今後の目標一言でこう聞かれたら何て答えますか。まあ、自分の近くにいる人たちをもっと幸せにしたいなっていう思いますね。うん、まあね、綺麗事に聞こえますよ。いや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 、特にやっぱ2丁目とかいると普段から楽しみまくってる人もいれば、やっぱ当然失恋もそうですし、はいはいはい、ね、仕事を変えないとなって思ってる人もいたり、うん、いろんな人がいるんですけど、まあ、全員にアドバイスは当然まだこんなね二十何歳の若者が言えないですけど、聞くことができたり、うん、やっぱそれをポジティブにいろいろお話しすることはできるので、うん、もうそうやっていろんな人といっぱい話していきたいなとは思いますね。うん、まあ、以前の動画だったりとか、まあ、それ以外の場面でも、うん、やっぱ他の方よりも個人的にこう LGBTQ だったりとか、うん、そういうセクシャリティの方をなんていうんですかね、多様性みたいなところに、はい、まあ、非常にこう理解が深かったりとか、うん、考えがこう真剣な考えが一番強いかなと勝手に思ってるんですけど、はい、やっぱ世の中でもこう理解が深まってきたりだとか、はい、やっぱそういう空気感はやっぱりあるじゃないですか、はいはい、その中でまだ理解されてないとか、まあ、あと地方行ったりとかするとまだちょっと遅れてるみたいなところもあるんですけど、まあ、世の中のこの感じに対して風潮に対して、あの亮太君自体はどう思ってますか。うん、すごい今難しい時期だなって正直思っていて、世界だと割とね結婚が認められてる国も多くなってきたりして、まあほんと寛容とされてる国が多い中、日本ってやっぱまだまだ途中で、ちょうど今いろいろ認めようとしてくれてる中で、結構やっぱ我々 LGBTQ プラスの人たちが結構権利を振りかざしちゃう場面もあると思うんですよ。あー、逆にいい意味でも悪い意味でも、そうしちゃうと自分たちが主張だけするだけして何もしなかったりすると、それはそれで逆差別みたいな、うん、LGBTQ プラスの人はいいのに、なんでストレートの人たちはダメなのみたいなことも生まれちゃわないかなとも思っていて、そこってすごい、まあ、デリケートだし難しいなと思うからこそ、ちゃんと自分たちが思うことは言葉にするし、うん、でやってほしいことはちゃんと言う、ただその分自分たちも努力はしないといけないなっていうのはすごく思います、うん、絶対誰かは認めるけど誰かは認めないのってあると思うんですよ、うん、それは何でもそうです、何でもそうです。だからそういう一定数は認めない人もいるんだってことを僕たちも理解しないといけないし、うん、まあ皆さんもあの他の方々も絶対理解してると思う、うん、無駄にみんな手つないで本当に仲良しな世の中っていうのを目指すのはちょっとナンセンスかなって正直思っちゃいますね、うんうん、そう、みんなが妥協し合ってっていうところを見つけるのが一番大事なのかなって、うん、じゃあちょっとここまでいろいろ、はい、お話聞かせてもらってありがとうございました。はい、ありがとうございました。ちなみにこの後はちょっともう仕事も疲れたんで飲みに行こうかなって思ってます。2丁目はいじゃあちょっといろいろ本当に聞かせてもらってありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっといろいろ話していただいたんですけど、どうでしたか。はい、いや、なんか意外といろいろあったんだなっていう改めて思いましたね。まあまあ話していく中でいろいろ出てきた感じですね。いや、ちょっと兄貴の話の時とか感極まって泣きそうになっちゃいました。まあでも本当にああいうのがあったからこその今の亮太君かなっていう感じしましたね。ぜひね、また皆さんといろいろ話したいなと思いますし、うん、ね、やっぱゆっくり話すのもいいなと思いました。やっぱ改めてそうですね、ワイワイもいいですけどね、ちょっといろんな人に話を聞いてもらいに行こうかなとこれからねそうですね。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。